うわー、午後じゃん。無駄の10プレイ。嘘、足りるわけがない。さあ、もう一度。セッツ、セバーン。6つ、7つ、ノって、8つ、9つ。くそ、サバモア。と、また変わった。そんな、うわぁ、お前勝手に数を増やすんじゃねえよ。今ものすごく大事なことやってんだよ僕は。それ私が汗水垂らして集めた鉱石でしょ。どうやってどこに持っていくのか気になるんだけど。うわぁ、めんどくせぇ。ダメだ、早く作業に戻らないと。ワゴよ、戻す。ワゴすんよ、間に合うか。あ、ただいま最終検品を進めておりますので、まもなく終わりますので。うむ、のごのごすぐな、急げ。納期は厳守だ。お前ごと希少に、代わりはいくらでもいる。ははあ。はあ、おかしいんだよ、どうしても足りないんだよな。どうしよう。ラフェ、足りないって何が。あ、言うなよ、絶対に秘密だぞ。うん。うえぇ、からのからのタイトル工具ですか。The reason. 貨物が足りぬと。うん、下の根も乾かぬうちに。こいつ、先ほど俺も確認したところ、確かに。兄上、申し訳ありません。俺が確認に立ち会うべきでした。しかしこれは寸商会だけの損失ではない、ひいては我々バンガ集落の存続にも関わる問題だ。はい、皆さん、ちょっといいかな。入港の時に試し取りしたものなんだけどね。これは、フィー、何か心当たりがあるのか。はい、消えた貨物ですが、この者たち、怒れるムカデの仕業かと。イカれるか、イカれるムカデとは、この近頃この辺りを荒らしている盗賊団だ。やつらは必ず体のどこかにムカデの文様を身につけていると。ラベル出た、変顔。くそ、容疑にもよって総督兵の上納品を狙いやがって。申し訳ありません兄上、俺が貨物警護の役目を負うべきでした。ウィリー、フィー、過ぎ去ったことを悔いて時を無意に失うよりも、貨物を奪い返すための算段を優先すべきではないか。シー、ああそうだそうだ、リジさんの言う時だ。ウィゴは反省しないよ。やっと奪い返す。でもどうやって。ムカデの文様を身につけた不審人物を見かけた者がいないか、みんなで手分けして情報を集めよう。まずはそれからだ。キテン、お前はこれを持て。おっと、その写真を使い、イカれるムカデの情報を集めてこい。了解。町の人への聞き込み。町の人々に写真を見せて情報を集めましょう。写真を見せたい人に近づき、仕掛けて写真を見せて聞き込みができます。あの黒い真ん中のあれを押し込むと写真を大きくして見ることができます。ほう、うむ、そのようにして情報を集めろ。ただし
我ら以外からな。あ、はい。今日の貨物は総督兵の上納品だ。仮に間に合わなければ水商会の交易資格は剥奪され、我らも咎を受けることになる。ふざけている暇はないぞ。早く行け。はい、すいませんでした。もう片っ端から写真を見せよう。飯かよ。この辺の人あれなのかな。お、さっきのあれじゃん。ああ、この門はあいつだ。ムカデだろ。そうです。どこにいるか知りませんか。俺の方が知りたいさ。こいつらのおかげで大事な取引を失ったんだ。それで借金できちまってよ。今は働けど貧乏暇なしだぜ。前は毎晩飲みに行って遊ぶ金があったのに。もし見つけたら連絡しますね。あ、ごめんね。お、あっちの島？ああ、こっちの島。おお、手がかり見つかったね。よし。お、柱で見えねえ。噴水前ね。おばちゃん。おお。いや、噴水前ここだけど。またあったな。ああ、いや、そういうこと。あ、こっちってこと？ワンコ。この広場の酒場ね。酒場ってどこ？酒場ってどこだよ。いや、酒場ってどこだよ。露店では見ない。露店ではないってこと？あー、ここは酒場？おうおう、そいつがうちの店でたまに見る顔だな。本当ですか？あの、この人たちのこと何でもいいから教えてほしいんです。確か一番安い合成酒を飲みながら毎日暗い空を見上げて暮らすのはうんざりだって愚痴ってたからな。レイ・エルゴーナの住民かもしれんな。あそこはいつも暗いんだ。レイ・エルゴーナ、それどこだか教えてもらえますか？エルゴーナはジルガパララの一番下層にあるのさ。下の方へ行ってみれば、わかるぜ。うん。ありがとう、おじいちゃん。すげえ怪しいやつ。下に行くと。じゃあ、ライブだ。え、下って、本当に下？曲変わったんだが、曲変わったというか音消えたんだが、すげえ。確かにこれは暗い空なのかもしれない。
なとこあるんだ、豚でけえな。ていうか長えな、横に横に縦に動画。どうすか。ああ、この辺は？ああ、ないか。ちょっと別な集落。みんな知らない。黒い服の可愛いお姉ちゃん。おお。はいはい、私ですか。ん？何かな？私のこと呼んだ？うん。行かれる百本足。あ、百本足なのあれって。探してるんでしょ？私のお姉ちゃん、百本足がどこにいるか知ってるよ。セルフボイスありがとう。本当？教えて。ね。お姉ちゃんに聞いてみて。あっちにいるから。おお、お姉ちゃん。お姉ちゃーん。教えてくれよ。似てねえな。あのイカれる百本足の居場所を知ってると。あそこ。いや、目の前やん。目の前やん。これ何、見つからないように。止まったけど。いや、見つかるでしょうが。普通にぶつかってったけどな。すげえ、ダダこねてくる。すげえ、なんかあのバイオハザードみたいな動きしてんの。結構あれだね、なんか深いとこに行くね。その真ん中の何？なんだ、気のせいか。違いますよ、違いますよ、全然全然全然ですよ。今まで全くその系なかったのに、急になんか怪しいんねんな。言葉出てこなかったな。こいつバカなんじゃねえか、もしかして。お、なんか貨物臭くない？あれ。よう、最近調子はどうだ？おう、しばらく見なかったが、どうしたんだ。やぶやでちょいと上の方にな。今日はこれから用事があるんだ。またな。何を話してたんだろう。仲良さそうだったけど。うん。どういう。あの人は泥棒ですよって教えてあげたい。実はここに住んでる人はみんな泥棒だったんだっていうオチないよね。
危な。ちょっと。たまーに振り向いてくんだね。なんかすごいとこ来たけど大丈夫？やっぱり尾行してたんだなみたいな落ちないよね。な、何あのマグの。お、ロード入ったね。出た隠れ家。結局見つかってんじゃん。おっと、おい、てめえ何者だ。何が目的で俺たちを調べてやがる。のこのこ罠に引っかかりやがって。頭は良くねえみたいだな。罠？まさかさっきの人たちみんなこいつらの仲間？シュシュリハハ。こっちにとっては好都合だけどな。おい、早く目的を言えよ。アンジュル、せ。おいおい、怖くて口も聞けねえのか？デュオ、あ？全部ゲロすれば痛い目は勘弁してやるぜ、お嬢ちゃんよ。舐めかけてる。こいつが泥棒のくせに偉そうに。レイバ。あのね、痛い目に遭うのはそっちの方かもよ。重力使えばこっちのもんですが。もう家ごとぶっ潰してやがる。おい、逃げんじゃねえよ。おい、なんだお前、お前ら少女一人に手こずりやがって。なんだ。ほら、百歩足から離れろ。あ、いやいやいや、きったねえ。帰れ、金持ちの犬は出ていけ。泥棒め。あ、鼻血出ちゃってる。泥棒はこいつかだよ。百本足はよ、金持ちから奪ったものを俺らに分けてくれるんだ。これは俺らのもんだ。わしらはな、盗む以外に食い口を得る方法はないんだ。そういう定めだ。生きていくためには何だってやるさ。母ちゃん、腹減った。今日飯食える？そんなだって。でも民衆に次ぐ略奪行為をやめ、直ちに投降せよ。さもなくば実力を行使する。急に実写になった。わあああああああ。それは死んじゃうよもう。え、また？まあ人間相手だったら余裕ですよ。撃つな、怖い。痛いぞ。それは痛いって。死んじゃうからそれは。冗談抜きで死んじゃうから、言いたいから。よし、あとは なんであんなとこにいんの。なんでお前はそこにいるんだよ。音がする。何の音。おおおお、何あの機械。どうしたのあの機械は。ぶっ壊せばいいんだろ。
めっちゃポロポロになってる。おら、あの上が弱点なんでしょうか。多分待って、一つ先に倒す。よし、ちょっと待ってね、あの後ろからこうキックしたいんだけど。おらおら、これ当たってんのか。当たった、よし。あとは、いたお前だよ。うわぁ、なんか落ちてったね、今。てたい。やったぞ。軍のやつが撤退していくぞ。おぉ、まさかあいつらのあんな姿を見れるなんて。はぁ、胸がすっとすくねー。おお、ジョーちゃん、助けてくれてありがとうな。うん、あんなの黙って見てられないもん。それに私の方こそ誤解しててごめんなさい。寸商会の貨物を盗んだのは俺たちだ。誤解ってわけじゃない。いろいろ訳があるんでしょ。もしよかったら話を聞かせてくれないかな。おお、盗賊イカれる百本足は貧しい者たちにとっては救い主の義賊であり、平和を維持するための駐留軍ごめんね、漢字弱くて、非道な抑圧者という事実、真実。ウォゴの貨物を返してはもらったものの、胸中複雑なまま私はその場を去ったのだった。実はですね、今回はちょっとばかりこういうものもですね。もうシーラ、まあ多少時間が押したかもしれんが、時計が狂うということもあるからな。よし、受領書を発行しよう。でしょ。はあ、クソ野郎が。お、あ、すごい、鉱石がこんなに。母ちゃん、これで飯食べられる？おお。え、マシュリナ、こうするのが一番だよね。ちょっともったいなかったけど。うわー、めっちゃいい話やん。シウェブ、今回もギリギリというところか。税が上がったせいで支出が増えているからな。ラファ、え、あのキテュンの功績あげちゃったの？全部？まあまた採掘すればいいだけだし。おや、そっか、キテュンは強くて優しいね。いやー、ロイアオサ、後先考えてないだけだろ。め、私思うんだけど、そもそもバンガにしろ、あの人たちにしろ、なんでみんな我慢してるの？自分たちだけ厳しい命令下げて大変なことばっかり。ウォゴだってここでは頭ペコペコ下げまくりだしさ。おかしいことはおかしいって言わねえとダメだと思う。プッティカ、はあ、今日の件で例の一つでもと思ってたがやっぱりお前ってとんでもなくバカだな。世間知らずのクソガキ、お前が思うような綺麗事で世の中回ってないんだよ。ウォゴドゥス、ウォゴの言うことも一理ある。理想論よりもうまずは今日を生き抜くことだ。本来他人に施しを与えている余裕はない。
どうしてギザまでそんなこと言うの？だってラオの民は誇り高い民だったんでしょ？こんな生活続けて悔しくないの？おうしセビ、お前に何がわかる？ボスセンセン誇りで民の腹を満たすことはできぬ。あらがえばその代償としてさらなる圧力が曲げるのだ。アロゼルガパララオカンシデラオシア。商業都市ジルガパララオ、栄華を誇るその都市で富める者と貧しい者の暮らしが生み出す光と闇。なぜ人々は理不尽な状況、永遠に奪われるだけの人生に耐えるのか。目の前の現実とそぎに対し、何ですか、定年違うな、多分な、を漂わせる大人たちに、その時の私はただ憤りを覚えるばかりだった。ラフ、いつかこの時が来るとは分かっていた。時の流れというものはいつも残酷だな。リザ、リザ、何かあったの？暗い顔してるね。リモ、バンガ集落の重力機関部に故障が発見された。おそらく経年劣化だ。新たに部品を買い直し修理をせねば。また出費がかさむ。へえ、それって時間かかりそう？そうだな、一度全部の部品を解体し磨き直す必要もあるからな。じゃあ私たちもっとこの町にいられるってことだよね。私まだまだ見て回りたいところいっぱいあるんだ。良いか、我の言うことをよく聞け。調子に乗って勝手なことはするなよ。とにかくおとなしくしていろ。ここで騒動を起こされるといろいろと面倒だ。うわー、出たよ、リザのお子ごと、お子ごと。返事。はい、わかりました。おとなしくしています。さてと、しばらく街を見て回ろうかな。はあ、なるほどね。なんか前作はなんかそんな感じはなかったけど、ほらなんかなんだ、下のなんか地下の方にね、子供たちだけがいるなんか町みたいなのが、村みたいなのがねあったりもしたけど、なんかそんな似たような感じの雰囲気あったよね。ということで、そうだね、サイドミッション増えてるね。3つまた増えてるね。うん、あれメインってどこだ？メインなくない？まあいっか。じゃあ今日はこの辺で終わって、また次回、サイドミッションからやっていこうかなと思います。いやー、なんかちょっと裏事情を知れちゃったね。じゃあまた次回、ありがとうございました。